トーマス・ディックスの著書に載せられたコペルニクスの宇宙図、トーマス・ディックスの示唆を測定し、申請が月の軌道よりも遠くにあることを確かめて、その時代までの信じられていた宇宙観である恒星の研究は普遍であるという説を規定した。1556年の3版から変更されていなかった父親の著書 A、プログノスティケーションエヴァーラスティングに1576年に、 いくつかの項目を追加した。その中で最も重要なものは、A.Perfect Description of the ィ l s t ー o ス s 天体軌道の完全な記述で、ニコラウス・コペルニクスの地動説をイギリスに初めて紹介した。記事は、コペルニクスの天球の回転についてのわけであったが、構成がすべての方向に無限に広がっていると記すことによって、さらに進歩したものになった。 1572年に、ボリングフォードの議員になり、1586年から1594年の間のスペイン・オランダとの戦争の間は軍務に就いた。ありがとうございます。